それは状況証拠でしかない。世界は、黄昏の狩人に依存していた。その作者、それはその全く想定外の荷重に対して、割と平気な顔をしている。それはどうして、思いついて、なぜ維持し続けているのか？何か作者には特殊な要素があるわけだ。それらの考察から、王の権威だったから、その推察があり、それは今も意外と通る。理不尽ではある。だから、打開をした、が。その世界を彼らは求めていなかった。なんで自分ではダメなんです？王の権威じゃないから、では理由にならない。でも今なら、王賀さんの、決定に逆らうから、それは重い理由にはなる。その先へと、自分を超えて、彼らは踏み込む。ただ祈るしか。完全なる二分の一の奈落、そこに待つのは死しかない。神は、そこにいるのだ、自分の上位である存在ゆえに。